さあスタートしました。ジュニア3名が一斉にスタートしていきます。この後1分の1差発送になります。19から34です。25番が1番出ていただきます。向井優里、26番吉田智也、27番小田孝太郎、28番柳慎二郎。5G ぐらいしかも感じで降りてる人が降りるとあかん。そうそうそう、これがガリガリの、それがもう営業するから。あ、京都の山口でもこうなるじゃん。頑張れ、腰がじゃん。グラベル、あ、はい、腰がバカった。うまいね、ジュニア、うまいね、うまい、うまい。
降ります。幕張のビアのあたりでも、そこの出場、そして、それぞれ表彰台も取っていきながら、このジュニア9分2秒のラップタイムは先ほどと全く同じ、時計を刻んできます相模レーシングの高橋と先頭で残り1周を迎えました。相模レーシング高橋颯が今フィニッシュに入ってこようとしています。ジュニア第1位がフィニッシュ。ここで今度の突然入ってまいりました。 MTT から3位を横浜国立へと部分のところ先頭に変わりました。最終周回それを持って帰ってまいりました。横浜国立第1位でのフィニッシュになります。